毎日のモーニングランチディナー、ふかふかのソファーやベッドの中、夜になっても明るい部屋、蛇口をひねって浴びるシャワー、自分の身が心配だから安全だと繰り返すおっさんら、当たり前に思ってた一つ一つが当たり前なんかじゃなかった。街の明かりは消え響くサイレン、パンクした電話回線、通行止めになったハイウェイ、ストリートに溢れ出した大勢、妊婦と子供は当たらないで、いつかの恵みの雨さえ、信用できる情報はどれ、お偉いさんは言った種のせい、生き延びたからやることがある、この僕のような悪党さえも、あの時もその時も撃たれるたびに強くなる、いつもあの時もその時も倒れるたびに立ち上がる、いつも雨でも開けられない窓すら、瓦礫の山はまだそのまま、不安だらけの水や食料や約束してあげたい未来とか、現場の痛みや涙、あの日弾け飛んだ何か、今から生まれてくる君へ、こんな世の中でごめんよベベ、万が一なんてないから、たくさん払います、お金なら、黙ってればわからないから、こうやってレイプされた日本は、真面目な人が苦しんで、正直者がバカを見て、傷だらけのこの日本で正解はありますか先生。生き延びたからやることがある、この僕のような悪党さえも、あの時もその時も撃たれるたびに強くなる、いつもあの時もその時も倒れるたびに立ち上がる、いつも。Keep on.